家政婦の三田園、ヘルシーふわとろオムレタス。2センチ角のざく切りにしたレタスに汁を切ったツナ缶を混ぜたものを皿に盛って、塩と粗挽き胡椒を少々で、その上にフライパンで裏面だけ固まる程度に焼いたふわとろオムレツを乗っけて、ヨーグルトとチーズなどで作った特製ヘルシードレッシングをかけて出来上がりまあその他にもね、豆腐で作った豚骨風ラーメンとか、松岡昌宏演じる家政婦の三田園が作る料理に関して、そのレシピが公式サイトのマル秘家事テクニック一挙おさらいのコーナーで紹介されているんだけどまあそれにしてもね、ドラマの中でその九段に入るときに、三田園以外の登場人物が単に自ら静止するというエセストップモーションの手法を使ってるんだけど、この10月クールではね、日本テレビの土曜ドラマラストコップでも久保田正孝演じる望月亮太によって用いられてたりして、やっぱりこの手の演出が被ってしまうというのは、見てる方にとってはね、どっちかが真似したって感じになってしまうんで、本当は偶然なんだろうけど、残念至極というか、で、それはそうと、三田園の家事テクニックに関しては巷でもかなり好評のようでね、ウェブサイトオリコンスタイル11月11日付でもこんな紹介記事が、劇中で主に三田園が披露する家事テクニックが実用的で視聴者の間でも話題となっている、これまでに三田園が披露してきた家事テクニックの一部を紹介する、お風呂のカビ掃除の回数を減らす方法、床ではなく天井を磨く、風呂場全体にカビが生える原因は天井にあるカビが胞子を撒き散らしているから、フロアワイパーにキッチンペーパーをつけ、エタノールを少量かけて天井のカビを除去する、カーペットの繊維に絡まって取りづらいゴミを取り除く方法、ゴム手袋でこする、ゴム手袋の摩擦で静電気が発生し、カーペットの繊維に絡まった髪の毛やホコリを簡単に取ることができる、家具にホコリがつきにくくする方法、柔軟剤を20倍に薄めた水で拭くと静電気が起きづらくなりホコリがつきにくくなる、米の研ぎ汁も効果がある、研ぎ汁に含まれる米ぬかの油分にはワックス効果があるため、汚れを取りながらワックスをかける効果も期待できる、コップやグラスにこびりついた水垢を落とす方法、食器洗い用のスポンジではなく食品用ラップフィルムに歯磨き粉をつけて磨くと効果的、歯磨き粉は実は一番身近にある研磨剤、スポンジを使うと研磨剤の成分が穴に入り込んでしまい効果が下がってしまうが、穴のないラップを使うことで研磨剤の効果を最大限に発揮させることができる、ラップは四つ折りくらいにして使うのがちょうど良い、手垢汚れを落とす方法、ドアノブなどについた手垢汚れはセスキ炭酸ソーダ水、重曹より水に溶けやすく汚れを落とす効果の高いもの、スーパーや薬局、100円均一などで売られている、これを含ませたメガネ拭きで拭く、セスキ炭酸ソーダ水は手垢に含まれるタンパク質やタバコのヤニの油分などに効果的なので汚れを分解し浮き上がらせる、メガネクロスは普通の雑巾より繊維が細かく汚れをかき出すのに最適、メガネのレンズを傷つけない素材なので壁紙も傷つけにくい、というようにね、現代版おばあちゃんの知恵袋って感じで、これがなかなかに簡単便利、ということでね、気になる視聴率の動向は第1話 8.2% から第2話は 6.7 に下がるも、第3話 7.5、 第4話 7.6 と V 字回復って感じで、まあ意外とね、ブラックな一面とか物語の思いのほかの面白さに加えて、こういうね役立つ家事テクニックを見たさに
タイムシフト視聴、つまり録画しておいてみるなんていう女性も増えてきてるっていうのもね、好調の一因であることは間違いなさそう。うん、ということで、何はともあれ家政婦の三田園、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。